国際金融中心。国際金融中心。国際金融中心。英語。インターナショナルファイナンスセンター。中国語。反対アザ。国際金融中心。逆、IFC は、中国か香港の香港島北部。中西区の中間地区に位置する複合施設の名称である。国際金融センターともいう。駅舎やオフィス、ショッピングモール、ホテル、映画館などで構成される。 中でも、この複合施設における、建築の国際金融中心、第二期、通 IFC は、地上415.8メートルの高さを持ち、香港で、環球貿易広場に次いで高く、世界で9番目の高さを誇る、超高層ビルである。全体が完成し、モール部まで、フルオープンしたのは2003年7月であり、1997年から、事業展開されていた、 非常に規模の大きな複合施設である。フォーシーズンズホテル開業まで含めると2005年までの後期となる。香港の空の玄関口である、九龍の九龍湾地区に存在した、旧香港国際空港、京都区空港が、ランタオ島の沖合にある赤角、チェックラップコック島を造成して作られる、人工島へ移転するのに足り、新香港国際空港と市街島を結ぶ、 アクセス路線が必要になった。後に、機常回線、エアポートエクスプレスと呼ばれる、この路線には、当初計画として、機場、エアポート駅、聖衣、トッシング有駅、九龍ク流、空ン駅、香港、香港具駅の4駅が設置された、2005年12月には、空港島に完成した展示場施設である、アス国際博覧館、アジアワールドエキスポ、 アジアワールドエキスポの開業に伴い、機場駅の先に、博覧館、アジアワールドエキスポ駅が開業した。特に、終着駅の香港駅は、中間、セントラルという香港の政治と、経済、金融の中心地区に位置し、地下鉄、香港 MTR の中間駅と接続、またフェリーターミナルや、各バス路線の集約されるところでもあるため、 交通の要衝とも言うべき場所であった。このため利便性等から得られる、付加価値からの収益を考慮して、機上回線の建設と合わせて、香港駅場へ複合施設が建設されることとなった。香港国際金融中心は大きく、香港駅駅舎、第1期オフィスビル棟、第2期オフィスビル棟、ショッピングモール及び映画館、ホテル棟、ホーシーズンズホテルの、 各エリアに分けられ、この中でも、第一期オフィスビル、地上210メートル、第二期オフィスビル、地上415.8メートルホテル棟、地上205メートルは超高層ビルの建築となっている。規模があまりにも巨大だったため、各施設の建設時期はそれぞれ異なる。この建築群は、世界的な建築家のシーザー・ペリ、セーザル・ペリー、および、 ペリの設計事務所であるシーザーペ・ペリアソシエーツ、セーザル・ペリアソシエーツによって設計された。ペリは、ニューヨークのマンハッタン地区にある、ワールド・フィナンシャル・センター、ワールド・ファイナンシャル・センターや、イギリスのロンドン、ドックランズにある、ワン・カナダ・スクエア、オエ、カナダ・スクエア、マレーシアのクアラルン・プールにある、ペトロナ・スツイン・タワー、ペトロナ・スタワーズなどを設計。日本では、 東京都港区のアタゴクリーンヒルズや、東京都中央区の日本橋三井タワー、東京都新宿区の NTT 東日本本社や、大阪府大阪市北区の国立国際美術館などを設計している。また、同地区にある超高層建築の超高センター、超高州、団中心、チャンコングセンターもペリの手によるものである。IFC の主なデベロッパーは、 香港の地下鉄事業を展開している地鉄講師 MTR コーポレーション同じく香港の総合不動産業者である新大取吉さんサン,ハングケイプロパーティス常本町業地産有限講師ハンダーソンラントデベロップメント仕様 LTD などの企業が携わったまた建物の英語名称である中心という意味にはイギリスからの綴りである監修に習い アメリカ式のセンターではなく A 式のセンターが用いられている。これはかつての香港が英国領であった時の名残である。香港ではセンターの名称を用いた建物が数多くある。香港駅には MTR 路線のうち2路線が発着する。一つ目は空港から約 35.3km 離れた市内間を 最短24分間でダイレクトに結ぶ、機上回線である。香港駅及び隣の急流駅では、インタウンチェックインと呼ばれる、航空機への搭乗チェックインと自宅荷物の預かりが、可能なカウンターが設置されている。この施設へは、機上回線の切符を購入しないと入場できない。また、チェックインが受け付けられるのは出発時刻の1時間30分、前までであり、これ以降のチェックインは、 空港での受付となる。二つ目の路線は、この機上回線に並行して走る通勤路線、東優先、トゥングチャンラインであり、空港以外の行き先へ向かう機上回線運営線の旅客を輸送するために設定された路線である。また、この路線は、空港手前で分岐し、東優、トゥングチャンというランタオ等のベッドタウンへ向かう。また、東優先は途中、 南章、ナムちゃん駅で旧広瀬鉄、ククアウェストレールに、0系、ライキング駅でワン線ン、ツエンワンラインに、キンウキ、サニーベイ駅で進む死に線、ディズニーランドリゾートラインに接続する。香港駅と中間駅は、多少離れたところにあり、徒歩後から10分程度である。途中、数機の動く歩道が設置されている。この香港駅は、 香港国際金融中心の中で最も重要な施設の一つである。国際金融中心第1期イカワン IFC は地上39階、地下4階建ての高さ210メートルを有する超高層オフィスビル。1999年に完成し、最も早く開業した。鉄筋コンクリート RC 構造で作られたこの超高層ビルは壁面は 全面ハーフミラーのガラス張りとなっており、最下層部にはバスターミナルなどの公共交通機関のためのサービススペースが設置されている。この建物は IFC の中では早期に完成した建物である。建物頭頂部には櫛状の飾りがあり、夜間には上空に向かってライトアップが施される。国際金融中心第2期イカ 2IFC は地上88階。 地下6階建ての高さ415.8メートルを有する超高層オフィスビルである。2003年に完成した。このビルは1992年に香港島のワンチャイ、ワンチャイ地区で完成した地上374メートルの高さを持つセントラルプラザ、中玉木広市城、セントラルプラザを抜き、現在香港島で最も高いビルとなっている。また世界で9番目。 アジアでは7番目、香港とマカオの各特別行政区を含めた中華、人民共和国国内においては、上海の上海環球金融中心、上海ワールドファイナンシェルセンター、香港の西急流地区にある、環球貿易広市場、インターナショナルコマースセンター、上海市の金貿大化、ジンマウトワについで4番目の高さを誇る。構造などは、 隣接する 1IFC とほぼ同じであり、同じく壁面は全面ハーフミラーのガラス張りとなっている。この建物は非常に高層の建築なので、中間地区の至る場所やビクトリア湾を挟んだ対岸の急流からも真正面に見ることができる。また最長部は観光スポットでも有名なビクトリアピーク、山頂の展望台とほぼ同じ高さである。しかし、中層部から 上層部にわたって若干床面が狭められているため、直下から見上げた場合高さはそれほど感じられず、周囲の建物も100メートルから350メートル程度の超高層建築が主流であるので、それほど威圧的な印象は持たない。しかし、不当の突端に位置して建設されたため、円形から眺める場合は、独立した一つの塔となって非常に目立つので、 中間地区のランドマークの機能を効果的に果たしている。1IFC と同様、東部には釧状の飾りがあり、夜間には上空へ向かってライトアップされる。香港一位の高さを誇るビルではあるが、展望施設などは設置されていない。完成後市民に認知されるにつれて、香港のシンボリックな建築の一つになりつつある。完成当時は、 香港で最も高い超高層建築であった。2010年、西九流地区の九流駅場にある、ユニオンスクエアに、地上118階建て、高さ484.0メートルで完成した、環球貿易広市場、インターナショナルコマースセンターにその高さを抜かれた。IFC モールは、2IFC と共に2003年7月にオープンした、ショッピングモール施設である。 金融センターである中間という土地柄外国人も気軽に寄れるようなインターナショナルな水路を赴き高級な雰囲気がある。この中にはおおよそ150から200店程度のテナントが入居している。またモール内にはシネマコンプレックスの100老気陰線ブローデュアサーケットが運営する映画館パレス IFC が併設されている。ホテル棟は 地上55階建て、高さ205メートルの超高層ビルである。2005年10月に完成し、このエリアでは最後に開業した。ここに入居する、フォーシーズンズホテル香港。中国語表記では、香港式支店は、香港を代表する5つ星高級ホテルである。43階までに399室を要する。フォーシーズンズホテルのブランドでの香港への出店は、 ここが初めてであるが、1992年から2001年まで、リージェント香港、現、インターコンチネンタル港をフォーシーズンズが運営していた。44階以上には、このホテルと同時に開業し、系列の施設であるフォーシーズンズプレイス香港がある。ここは、長期滞在を目的とした宿泊施設であるコンドミニアムとなっている。 IFC と周辺にある施設とは、おおむねペデストリアンデッキ、空中回廊によってつながっており、雨天の際も、ウロをしのいで近隣のビルまで移動することができる。2008年公開の映画、ダークナイト内で、香港マフィアラウの持つ企業が入居するビルとして、アクションの舞台となった映画内では、ゴッサムシティから逃げ帰ったラウを長方期的に、連れ戻すべく、香港に現れた。 バットマンが 2IFC の屋上から飛び降り、マントで滑空して 1IFC 内のオフィスへ突入する。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。